おはようございます。今日はですね、飯豊山地蔵山登山口参りました、ね、朝だからね、まだちょっとテンション低いんだよね、まあ、そういうことで今日のメンバーはね、おなじみポンちゃん、あんちゃん、ゆうさん、ゆうさんですね、ゆうさん、ということで、よろしくお願いします。はい、行くべー。じゃあポンちゃん先頭や。はい、下十五に到着。日が綺麗になっとるね、うん、はい、新しくなってる。これが今 700m 登ってきたな。だいたい 600m か 700m おきになあるやろ。次は中十五里。そうや。はい、ここが中十五里、まあ、約 500m 来たって感じですね、下十五里からね。はい、はいね、まあ、ちょっと曇ったりね、少し霧雨程度だけど、かえって涼しくていいかもしれないね。本当暑いよりね、バテちゃうから。そうなんだよ、暑いとバテるで、ポンちゃん。ポンちゃんすぐ、ね、熱中症もどきになっちゃうから、ね、熱中症ポンちゃんやからな、うん、まあそんなことでね、うん、今ゆうさん修行中。重い荷物を背負って天神さんだっけ、いいこと言っとったね。天神さんいいこと言っとったら、うん、苦しみの先に喜びがあるだっけ。まあどんな山でもね、苦しみの先にやっぱり喜びがあるね、うん、山は苦しいしきつい、うん、どの山もきついよ。どの山もきつい、うん、自分のキャパを超えた時にはな、うん、でもそれを少しずつ少しずつ乗り越えていくと、なんか喜びに近づいていくっていうか、なんか喜びがね、なんか分かるっていうよりも感じてくるっていうかな、うん、湧いてくるね。そんな感じで、それがまた来させてしまうよな、うん、はい、上十五里まで来ましたよ。次はね、600m で笹平、600m、うん、笹平や、こんちゃん、うん、まあ頑張りましょう。はい、おい、じゃあ皆さん、笹平に到着。風がちょっとね、出てきてね、ちょっと低気圧が近寄ってきたなっていう感じなんですけど、まあ微妙な天気ですね。はい、横峰到着ですね。ポンちゃん、はい。ちょっと風がバーって出たからね、心配したけど、抜けたみたいですね。うん、あ、谷宇津井さんが咲いとるで、ポンちゃん。後ろにな。あ、あのピンクのな、ピンクのね、木の花、谷宇津木さん。ここが横峰。ね、うん。この先が地蔵小屋跡ね。その先に峰秋水あるからね。はい。はい、まあ、ここで抜けてくれると、剣ヶ峰がな、乾いた状態で歩ければ、まあ、御の字ってとこやろ。ね。ね。はい。これが、なんだっけ、雪割り荘やったっけ、ポンちゃん。うん、かも、はい、岩鏡、岩鏡ね、可愛らしい花やな、ほんまこんな感じでね、はい、こっからですね、剣ヶ峰、まあちょっと軽いロックラですね。はい、まあ今はね、緑がこうゴーゴーに生えてるんで、まあそんなに怖くないと思うんですけど、これがね、冬とかね、結構鋭い、こうずーっとこの雪の上をね行くんすよ。はい。で、この緑がまあ全然なくて、そのままストーン、ストーン。このゆうくんの大好きな場所です。こういう。
うん、新爆か、おう、あ、こっからロックラや、いい感じやね。はい、2番目のロックラ、あ、ゆうさんがトップでいきます。生き生きしとるやろね。一気一気、セカンドポンちゃん頑張ってね。セカンドポンポンポッポポンポン、さあポンちゃん、はい、お願いします。海んちポンちゃんがいます。海んちポンちゃん、海亀ポンちゃん行ってくれ、はい、海亀あんちゃんもその続いていくで、はい、うん、はい、4番目のロックラ、4番目のロック開きましたよ。ポンちゃん行ってます。うん、よいしょ、第5番目のロックだ。言ってください、ポンちゃん。大丈夫ですか、お疲れは。ここは少しロックラですね、ポンちゃんね。まあでもちゃんと道が探していけばね、結構大丈夫なんで。はい、7番目のロックラ行きますよ、ポンちゃん。に登っております。ロック天国よ、ポンちゃん。あんちゃん、はい、今なんかアムロ行きますに行きます。
はい、ちょっとロックトラバースね。ロックトラってやつね。はい、毛ヶ峰のね、ちょっと上のところ。あと 0.2 キロだからね、200メートルで、三国岳。ね。はい。地蔵山の分岐からは 1.6 キロ来たと。まあ、普段だったらね、ここからもう三国小屋が見えるんですけどね。今日はちょっとね、もやって、ガスって。ホワイトアウト。うん、ホワイトアウト。ね、帰りにはまたいい景色が。やるんじゃないかと、まあ、とりあえず撮っておきますけどね。はい、はい、まあそんなことで言っていますか。はい、こっからはね、まあ岩の上歩きでちょっとねトラバースするところが一箇所鎖ついててね、まあそんな大したことはないんですけどね、滑って落ちたらさあ大変っていうそんな感じなんでね、まあ一歩一歩しっかり確実に落ち着いて足を置けばね、起きました起きましたっていう感じでね。ロッキンロッキン。おし。行くでポッちゃん。これね、ポンちゃん、うん、そっちから行ってもいいよ。あ、そっちから。ゆうさん上から行ったけどね。僕らは横からトラバースした方が。にチャレンジしておりますね。下の方はね、今日はねガス出て見えないんですけど、結構こっちもね、こっちもね、これ雪の時最高でしょゆうさんね。この上をね配線つけて歩くの3メーターぐらいの雪が固まって雪だるまだという、あ、尖った雪だるま、はい、終盤のね剣ヶ峰で、切れてますよ。キレキレ、ポンちゃんキレキレね。あのコルを越えればね、まあ安心地帯ね。では気を抜かずに行きましょう。滑るしな、うん、おー、ポンちゃん日光キスゲ。あー、日光キスゲ。上を見たら小屋が立っとった。そう、三国小屋さんや。ポンちゃん、三国の小屋の周りはね、これはね、なんだっけ、なんとか千鳥、白山千鳥の色の違うやつか、千鳥系か、うん、確かそうかもしれない。よいしょ。よいしょ。うん。ポッポッポッポ。ちょっとガスがかかってて